名古屋初夏大学ラグビー場ではね、観客席から女の子を、ピックアップしてパーンとステージに、乗せてね、一緒に踊りました。あの子可愛かったよ。でまた盛り上げてくれてね。でさっきも話したんだけど、聞いてたらメールちょうだいよ、電話番号を添えて。電話したいんだよ君に。それでね、あの彼氏と一緒に確か来てたみたいな。俺それだけがちょっと気がかりなんだわ。柵を越えて彼氏を見向きもしないでこっちに来たもんだからね。やっぱり彼女も舞い上がったんだと思うんだよね。だけどその時にきっと彼氏は冷静になったんじゃないかなと思ってね。だからそれはちょっと気がかりなのよ。まさか喧嘩してね、その夜ね、喧嘩して、お前なんだよ、俺と剛とどっちが大事なんだよなんて喧嘩になってたらこれシャレになんないじゃない。やっぱりいいコンサートを見て感動してハッピーになって、でカップルはカップルでやっぱりハッピーになってもらわなきゃいけない。喧嘩になったらね、これはあの申し訳ない、それが気になってんで。ちょうだいね、聞いてたらね、あの彼氏いたらごめんぐらい言うからさ俺。でも最高だって、ありがとうね。でも本当名古屋は僕は好きですね。今回こんなに盛り上がったかなっていうぐらいに盛り上げてくれましたよ。風間千春ちゃんからもそういうメールいただきました、ありがとうね。それからこれは、神谷理恵ちゃん22歳、感動しまくりのライブでしたね。どこから出てくるんだろうとドキドキしてたら、あ、出てきましたってことは言えませんですよ。しかもすごい近くで見えてめちゃめちゃ興奮しました。知ってる歌ばかりだったので一緒に盛り上がることもできました。どの曲も胸にジンときました。こんなに、感動や興奮したのは初めてです。このライブでたくさんのパワーと勇気をもらいました。ありがとうね。まあ今回のですね、コンサート、まあ、ライブ野外っていうのは本当にまあ天気も今のところ恵まれてます。それからやっぱりみんなに僕は届けたいのはね、本当にこう生きてることのね、普段考えないじゃない、生きてることのこう喜び、ああ俺たち今何これ生きてるな、その感じをね味わいたいんだよ、みんなと一緒にね。これはたとえ刹那的でもいい、一瞬でもいい、日頃考えないよね。俺たち生まれてきてよかったなとかさ、生まれてよかったなとか、生きててよかったよねって、知らない人、右隣前の人、みんながですね、一つの音楽を通して、俺長渕剛のね、俺ごとき音楽でもいいじゃない、ね、その俺ごときが歌う音楽でもみんながそうやって感じてくれて、何かを感じてくれて、魂打ち震えてくれて、生きることの喜び、今あることの喜びみたいなものをね感じてくれれば、俺はもうそれがもう最高にハッピーよ。それでまたみんなから俺元気もらうしね。で今日なんかまたトレーニングして、今度来たる横浜に備えてるしね。まあ大阪の WTC に集まった1万7000人、それから名古屋に初夏大学ラグビー場に集まってくれた1万3000人、都合これでも3万人でしょ。みんなから俺非常に、みんなもね長渕から勇気や元気やパワーをもらったって言ってくれるけど、俺こそね希望や勇気元気パワーをみんなからもらってる。これはますますね行くしかないでしょうね。名古屋の